こんにちは、カンヌです、今日もですね、オリジナルの手拭いを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、この包む道具としての手拭い、これをですね、ちょっと提案したいと思います。ちょっとまあ見ていただけますかね。こういったものが、まあ、本染めの手拭いですね、綺麗ですよね、3色で、4色でやられるね、綺麗です、これが本染めの手拭いですね、裏表が通っています。で、こういったまあまあリピート柄のような手拭いをですね、まあ、例えばですよ、清酒の、ね、日本酒のメーカーさん1号のこういった小さいものをですね、包んだりするときにはですね、ちょうどこの手拭いを、まあ、1枚でしたら大きいので半分ぐらいにこうね、真ん中から切ってですね、まあ、45センチぐらいの大きさにする。で、それをですね、その1号のとっくりなんかを包んでですね、販売する、まあ、そういったものもあったりですね、まあ、あるいはなんかもの和物ですよね。多分もう、まあ、まあ洋物よりか和物の方がいいと思うんで、湯飲みであったりとかとっくりであったりとかね、そういったものを、こう茶碗もいいでしょうね、包んで差し上げるっていうのにラッピングとしてね、使うっていうことも、時々言われます。で、このラッピングなんですけども、まあ手拭いっていうのは、大体この90センチの幅っていうのは決まってるものなんですが、実はですね、何センチにでも切ることは可能なんですよね。別にそのこちらが33センチでもこっちが33に切ることもできるし、50センチがちょうど都合がいいっていうことであれば50センチで切ってですね、使うことも可能なんですね。もうこうやって切るのは手作業で切りますので、全然大丈夫です。で、まあプリントなんかの場合は初めから50センチの幅で切っといて後からプリントするっていう手法も使ったりします。ですからこの、まあ、ラッピングに使う場合はですね、何もその90センチで使うことはありませんので、その辺はですね、よくで一番都合のいいサイズで注文いただきましたら、そのサイズに切ってお納めいたします。ですから、まあ、ラッピング、まあ、包装用品としての、ね、手拭いっていうのもね、一つ考えられると思いますので、ぜひですね、その辺ですね、想像力を働かせて作ってみてください。よろしくお願いいたします。